はい、どうも、こんにちは、小林でございます。ということでですね、まあ、本日もね、ちょっと取って出しみたいな形の動画で、まあ、あまりね、ちょっと編集が、まあ、されてない動画になっちゃって申し訳ないんですけれども、本日もですね、ちょっとね、大きなお知らせがございましたので、動画の方にさせていただきたいと思います。本日4月の27日の、正午頃ですね、はい、だいたいお昼ぐらいだと思いますけれども、新たにですね、ラブライブ公式の方から、情報が更新されまして、まあ、先日ね、アクアの野外ライブ、こちらがですね、残念ながら開催中止となってしまった、まあ、延期だと、私は思ってますけれども、まあ、事実上の開催中止、まあ、括弧延期ということで、なってしまってね、そしてあと、リエラもですね、リリースイベント、ね、君空のリリースイベントを予定していましたけども、こちらもね、無観客への切り替えという形になりまして、虹ヶ崎がどうなんだということでね、大変注目が、されていたんですけども、そちらもですね、公式からの声明文が発表されまして、単刀直入に言うと、開催されると、現時点では開催される予定だということで、進んでいるそうでございます、準備が。はい。僕自身はですね、これ、僕個人的な思ったこととしては、まあ、ね、僕も今回現地参加する身ですから、大変ありがたいなというのと、まあ、無事ね、開催されることを、ね、心から願っておりますという形でございます。はい。まあ、しかしながらですね、皆さんのね、やはり不安というのは、まあ、拭えないというのはやはりありますよね。要は、いくら公式が開催しますと。で、しかも、緊急事態宣言の発令中においての発言ですので、緊急事態宣言が出ています。しかしながら行いますと。ね。いうふうに言ってはいるけれども、状況がどうなるかわからないと。やはり不安に思っている方は多いと思います。はい。まあ、プラス、なぜアクアは中止になり、虹ヶ崎は有観客開催できるんだと疑問に思っている方も多いでしょうね。まあ、今回はですね、ちょっとそれらについてね、ちょっと軽く説明もしていきたいと思います。今回なぜ有観客開催にすることができたのかという背景ですね、虹ヶ崎が。まずですね、西武ドームで、今回の虹ヶ崎学園サードライブは開催されるんですけども、西武ドームというですね、会場の特性上をですね、まず行いやすいというのがあります。西武ドームっていうのは、まあ、埼玉県にある、まあ、メットライフドームですね、のことなんですけれども、こちらはですね、まず埼玉県というのが、ある意味ちょっと穴場だったと。ね、まあ、まん延防止等重点措置は行われてはおりますけれども、大型のライブに対しての大きな規制というのは、そこまでされていないんですよね、現状埼玉県では。現時点では。静岡県は、規制がありました。規制というか、制限をしてほしいという県からの要望がありました。なので、アクアは中止になってしまったんですけども、今回。埼玉県はそういった、行政を挙げて、ちょっと大型イベントは中止にした方がいいという見解が今のところ示されていないんですね。で、むしろ、もうすでにチケット販売をしてしまい、告知ですね、ライブイベントの告知等をしてしまったものに関しては、行っても差し支えがないという、埼玉県の見解もあります。はい。これはですね、埼玉県の公式ホームページにも記載されているのでね、各自ご覧いただければなと思いますけども。で、またですね、会場側のね、問題も今回クリアされておりまして、まあ、今回ですね、西武ドームということで、まあ、皆さんご存知、西武ライオンズ。ね、埼玉西武ライオンズの、まあ、拠点でもあります。本拠地でもあります。西武ライオンズはですね、今回野球の試合、まあ、行っておりますけども、緊急事態宣言中でも、野球の試合を有観客で行うということをですね、もう公言してます。はい。ライオンズは行うと、試合を予定通り有観客で行いますと言っているので、野球の試合を通常通り有観客で行っているのに、虹ヶ崎がライブが中止になるということは、まず考えにくいだろうという、ところもありますよね。要は野球の試合は行われてるのに、なぜライブはじゃあできないんだっていう風になっちゃうじゃないですか。うん。要はもしライブが中止になっちゃうんだったら、西武ライオンズの試合も全部中止になってないと筋が通らないんですよ。まあ、といったまあ理由が考えられますね。はい。まあ、アクアや、イエラは今回ちょっとこうしたことになってしまいましたけども、中止は無観客というね、形になってしまいましたけども、まあ、虹ヶ崎に関しては、西武ドームでね、今回行うということで、埼玉県のその、行政的な事情が、まあ、たまたまっていうのもあれかもしれないですけど、まあ、運が良く、
大型イベントに対しての規制がそこまで厳しくないということが、まあ、ね、まあ、功を奏したのかなと思います。はい。まあ、それでね、なぜ虹ヶ崎だけと、ね、なぜ虹ヶ崎だけ開催するんだっていうふうに、まあ、思ってる方はいると思いますけども、なぜ虹ヶ崎だけが、とは、自分はちょっとあんまり思ってほしくなくて、虹ヶ崎が本当に開催されたことは嬉しいというふうに思っていただきたいんですよね。はい。まあ、ラブライブシリーズ、同じね、ラブライブシリーズとしても、まあね、仲間なわけですよ。アクアも虹ヶ崎もリエラもみんな、ミューズもみんな。そんな中でね、まあ、アクアは残念ながらできなかったと今回。まあ、延期とはいえどね、開催中止になってしまったと。リエラも、まあ、無観客。ね、まあ、皆さんにね、こう画面を通じて、ね、トークショーや、ライブをお届けできるとはいえど無観客。でも、虹ヶ崎は開催できた。良かったじゃないかと。ね、それだったら、虹ヶ崎を全力で楽しみましょうと。僕もですね、今回、まあもちろんね、まだね、予断ができない状況ですので、開催されるか本当にギリギリまでね、まあ、まあ僕も見守っていきたいと思いますけども、もしね、このまま、通常通り有観客開催ね、された暁には、僕もですね、まあ妻恋の分だったり、本当に行けなかったね、今までのライブの分、思いっきりね、楽しみたいと思います。はい、同じラブライブとしてね、本当に楽しみたいと思いますのでね、そこはね、まあ、みんなとね、一緒にまた、西武ドームでね、お会いできることを心から期待したいと思っております。はい、もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ですなど、チャンネル登録の方もお願いいたします。ということでですね、まあ、今回はちょっとね、なぜ虹ヶ崎だけが有観客開催されるようになったのか、まあ、虹ヶ崎はね、本当にありがたいことに開催されるという形になりましたけども、なぜそういう風になったのかというちょっと背景をですね、説明させていただきました。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、後輩でございました。バイバーイ。